回は大根を使ってポリポリ食感が美味しい自家製の大根漬けを作ります。最初に大根の下準備からしていきます。大根の葉の部分を切り落とします。葉の部分を使ったレシピも後ほどご紹介します。そして大根の皮を剥いていきます。大根の皮はそのまま使用していただいても良いのですが、辛味成分が強いので生で使用するときは皮を剥くのがおすすめです。剥いた皮も葉の部分と一緒に美味しいふりかけにするので最後にご紹介します。皮を剥いたら5センチ程度に切り分けます。そして3ミリ幅に切っていきます。半回転させ、さらに3ミリの拍子切りにしていきます。漬物などの際によく使われる切り方です。今回は大根2分の1本分を用意しました。大根が切れたらボウルに入れ、塩小さじ3分の1程度を振りかけ、よく揉み込んでいきます。塩の浸透圧で大根の水分を抜き、漬け汁の味を染み込みやすくさせます。また日持ちもしやすくなりますよ。よく揉み込んだらこのまま5分程度放置していきます。その間に唐辛子の下準備をしていきます。唐辛子は輪切りにしておきましょう。辛いのが苦手な方は使用しなくて OK です。大根を5分放置したら一度水洗いをし、ざるにあけて水分を切ります。バットなどの上にキッチンペーパーを置き、その上に大根を広げていきます。その上にさらにキッチンペーパーを乗せ、水分をしっかりと取っていきます。水分が残っていると漬物の味がぼやけてしまうので注意しましょう。水分が取れたら大根を保存容器に移していきます。全体に広げて、この後の漬け汁の味が染み込みやすいように均等にしておきます。ここから漬け汁を作っていきます。鍋に醤油90ミリ、お酢60ミリ、みりん40ミリ、酒30ミリ、きび砂糖 30グラム、塩昆布 15g とお好みで唐辛子を入れ、火をつけて混ぜながら中火でひと煮立ちさせていきます。あまり火にかけすぎるとお酢の風味が飛んでしまうので気をつけてください。ひと煮立ちしたら火を止めます。熱々のまま大根全体にかけていきます。やけどしないように注意してくださいね。全体になじませたら蓋をします。冷蔵庫で寝かせ味を染み込ませます。大根漬けの完成です。5日程度でお召し上がりください。こちらは大根の葉と皮の部分を炒めて作ったふりかけです。ごま油で炒め、記載している調味料を加えるだけでとっても美味しい一品になります。概要欄に記載しておきますので、ぜひ作ってみてください。最後に今回使用した材料をご紹介します。大根は大きさに合わせてお好みの量で作ってみてください。きび砂糖がない場合は普通のお砂糖でも作っていただけます。最後まで見てくださりありがとうございます。コメントやリクエスト、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。